こんばんは、かっこいいギタリスト、竹下敦です。今日はね、小山台にあるネムの髪の毛を切っていただきました。今日ね、切っていただいたのはおりちゃんなんですけど、まいったな。もうね、言った時に可愛いんですよ。何が可愛いって言ったの？全部何が可愛いかって言ったのね、親戚なんですよ。顔が似てる、全部ね。顔の作りが U の字なんですよ、こういうの。自分で鏡見せて特徴は何かなっていうのは、ウリの U みたいにパーツの全てがね、U なんです、こういうふうに。山形の眉毛の描き方、全てがね、よく分かってらっしゃる。で、私の顔も似てるでしょ。アドバイスしてくれるんですよ。描き方とかね、描く角度とか、的確。すごいなと思いましたね。そんなわけで髪の毛さっぱりしました。メガネもね、ここに、前回オーナーのアイデアでメガネかけた時にパシッて決まるように、ここに線入れちゃいましょうよって線入れていただいたんですけど、ね、本当にソロガイドにメガネここにかけたり、こうやってやるとメガネ落っこちないし、角度もちゃんと決まりますよっていうのに、ね、やっぱりすごいなと思いました、角度とかね。ほら、いいでしょう。そのわけで、ね、ちょいちょいね、オジオズボン、まあ、ランディ・ローズのミスター・クローリーをね、練習してるんですけど、やっぱり数、数だな。練習しよう。